はい、どうもこんにちは。いずゆくです。それでは今回なんですけども、aupay で Suica の利用が可能に、これで Android 税も対応、お得なチャージ方法も解説ということで、今回は aupay と Suica ですね。この動画ではその aupay で新たに Suica が使えるようになりましたよということについてお伝えします。普段から aupay、そして Suica を利用されている方は必見ですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 まあ今回のこちら AUPay のスイカで電車に乗れるという情報が発表されまして、一つね思ったことがあると思うんですけども、モバイルスイカと AUPay って Apple Pay 経由をすれば使えてたよねっていうふうに僕自身はちょっと思ったんですけども、今回はなんとね、 アンドロイドで利用ができるようになったということでございます。これ結構個人的に熱いかなと思いましたね。では発表されたね、プレスリリース見ましょう。3月の22日、AUPay アプリで Suica の発行チャージが可能に Suica へのチャージでポンタポイントが溜まりますということでございます。2022年3月22日から AUPay アプリかっこアンドロイド版とモバイル Suica の連携を開始しました。これにより AUPay アプリかっこアンドロイド版から JR 東日本が運営する Suica の新 発行やチャージが可能とととなりまますすいいうことでございますしかもね、aupay から Suica チャージすることによって、ポンタポイントが貯まります。これは aupay で決済するときと同じように、200円で1ポイントの0.5%還元ですね。で、しかも貯まったポイントは aupay 残高をり経由して Suica にチャージすることができるんで、まあ普段から Suica を使われてる方からすればかなりね、嬉しい発表なのかなと思います。もちろんね、ポンタポイント貯めてもいいんですけども、まあ新しい出口ができたということですね。ではね、今回発表された AUP のスイカについて内容を見ていきましょう AUP のスイカとは出てるんですけども AUP のアプリ上で発行もできるし AUP 残高から入金を行うことでスマホをかざして鉄道やバスやショッピングを楽しめるということですので本当にもう普通のスイカとして利用することができるとで今お伝えしたようにスイカチャージでポイントがもらえるということですので200円ごとに1ポイントのポンタポイント0.5%還元の恩恵を受けることができますでですね、もし利用される際には一応ここは押さえておいた方がいいかなと思うんですけど も au ペイのスイカでできることとしてこういった風な比較表が出ております左側がこちら au ペイスイカについてこちら右側はモバイルスイカということですのでこの丸がついている方が実際にできることできないことということですね au ペイスイカにはもちろん入金チャージ au ペ残高からスイカチャージというのが au ペイでできるんですけどもモバイルスイカではできないとでまあある程度まあ使えるっちゃ使えるんですけども au ペイスイカでは定期券の購入とかあとは購入済み定期券の表示とかそしてスイカグリーン券の購入こういったものはできませんあと スイカ特有のこの JRE ポイントそしてスイカポケットの受け取りとかネット決済再発行あと大会とかこうできなかったりするので、まあ、基本的にはまあ普通のスイカとして使えるんですけども一部ねちょっと限られてるところがあるということでございますよくある質問のところにも結構ピンポイントでいい質問がありまして AUPAY、うん、アプリでスイカとの連携ができないっていうふうに出てるんですけどももし利用される際は Android 6.0以上これが対応しているとあとはですね AUPAY、うん、のスイカチャージに上限ありますかと出てるんですけどもこちら2万円 までということですので、ここもねちょっと気を付けた方がいいかなと思います。で、もし利用される際にこの AU ペイの追加スタートガイドというところをクリックするとですね、まあこういった感じでモバイル追加の利用条件を応じて若干ね使い方が変わってくるということではあるんですけども、例えばモバイル追加をすでに利用されている方の場合ですね、まずは AU ペイのアプリから追加の件名をタップしてください。そしたら内容を確認したら次へというところが出てくるのでこれをタップ。あとは規約に同意して登録するをタップ。これで設定完了ということですので、あとは 左下のね au ペイからチャージというとこタップすればチャージして使えるということでございますめっちゃ簡単ですよねでもしカードタイプのスイカを今現在使われている方の場合そういった方の場合はこちらスイカの件名をタップして内容を確認して次絵をタップそして規約に同意して次へあとはねスイカに登録するメールアドレスとかパスワードを入力して画面を進めるとでうまくいけばスイカの設定ができるということでございますなのでもしですねご自身が利用される際にどれに該当してるかどうかっていうのを事前に押さえた上で利用してみてください 今回ですね、まあ、au ペイを使ってモバイルスイカにチャージができるようになりましたよということで200円で1ポイントのまあ0.5%還元の恩恵をこれで受けれるということにはなったんですけども、まあ、au ペイといえばですねやっぱこれが最強かなと思ってるんですけども例えばこの au ペイカードを使ってチャージをすると au ペイカードの1%の恩恵を受けれるさらに au ペイを使ってモバイルスイカにチャージをすることで0.5%最大で1.5%の恩恵を受けれるんでこの時点で au ペイを返す ことととによっってちょっとお得ななのがかかるかなと思いますで、さらに、AUPay の場合は、チャージ方法は、AUPay カード以外にも、今出てるようなエポスカードとか、VISA の楽天カード、ビューカード、まあ、こういったものでチャージすることができます。他にも、JCB ブランドであれば、セゾンカード、ビューカード、楽天カード、TS キュー b ックカード、あとはマスターブランドと、アメリカンエクスプレスのブランドであれば、すべてのカードが対応してるんで、例えば、ここ最近の話であれば、三井住ともナンバーレスのマスターブランドでチャージをして、そこから AUPay でモバレスイカにチャージすると、まあ、そういった方 方法でもありかなと思います。ついでにですね iOS、iPhone を利用されている方はまあ、どんな風に au a y を使ってモバイルスイカにチャージしているかと言いますと、もし利用する際には今出てるような au a y プリペイドカード a p ペイプリペイドが必要となります。これは今現在僕ね、Apple Pay に設定している状態ではあるんですけどもそこからまずモバイルスイカのアプリを開きます。で、チャージをするときはこの入金チャージをタップして、駅下の Apple Pay でチャージというところをタップします。で、もしですね、金額を設定変えたい場合はこのその他をタップ アップすることでこういった一覧の金額が出てくるんでまあこの中から選択をするとでもし1000円がいいなと思ったら1000円を選択した状態で Apple Pay でチャージをタップそしたら Apple Pay でチャージする画面が出てくるんでこれで問題なければ承認をすればあとはねチャージができるという流れですので結構簡単なんですよで補足なんですけどももう一つ iOS がチャージする方法がありましてウォレットと Apple Pay というところですね設定の画面からタップをしていただきますウォレットの一覧の画面が出てくるんですけどもこのマイスイカっていうところをタップするとまたいろんなメニューが出て 出てくる中のチャージというところをタップしてくださいそしたらですね今度は自分でですね金額を入力してチャージをすることができまして例えばこんな風に200円という風に入力をしてチャージをすることができますなので細かい何百何十円とか1120円とかまあ、そういった感じにチャージをしたい場合についてはこの画面から行えばですね細かい金額でチャージを行うことができますので豆知識として覚えておいてくださいではですね今日お伝えしたこと簡単にまとめていきますと2022年の3月22日より a e p のスイが始まります Android の方 基本的には対象で iOS の方についてはこれまで通り Apple Pay 経営をして利用が可能と、まあ、その際には auPay プリペイドカード a p a y プリペイドカードの利用が必要となりますでもしですねポンタポイントを利用されたい方はですねポンタポイントを一旦 auPay にチャージをするそこから auPay からスイカにチャージをすればポンタポイントの消化も行えるとで中にはですね auPay のスイカでは一部利用できないサービスもあるためこれについては公式ページをチェックしてみてくださいまあ、そんなこんなで今回は Android の auPay のスイカが始まりましたよということについて簡単ではありましたけども。 お伝えさせていただきました。まあ、今回ね、この内容発表された時に一瞬ですね、ん楽天ペース以下にちょっとね、 ニュアンスが似てるなっていうふうに思いました。まあ、共感いただける方、ぜひね、グッドボタンを押していただければと思うんですけども、まあ、ここ最近のね、クレカ積み立てといい、まあ、自分銀行がね、改定されるということともあるので、本当にね、まあ、じわじわとね、いろんな経済圏にすごい形が似てきてるなっていうふうに思っております。ま、ぜひですね、今回のこの動画の感想ですとか、a e p のチャージはやっぱりこの方法がお得ですよとか、何か補足になるコメントとか感想などあればですね、コメント欄書いていただければと思います。で、参照させていただいたリンク、概要欄貼っておきますんで、また詳細気になる方、 いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました